2021オータムウィンター島のオンラインフィッシングショー、湯川正孝さん、よろしくお願いします。お願いします。湯川さんといえば、はい、エギングですけれども、はい、魅力的な新製品、はい、並んでますよね。どちらからいきましょう。そうですね、はい、まずは、セフィアの、エクスシューンですね、うん、3ラインナップ、追加モデルになります。はい、S82L っていうのと S82M っていうのと S86MH、 この3番手が、追加になりました。で、今までね、結構その L とか ML とかね、はい、より曲がって楽しんでもらえるっていうロッドをしっかりやってきたんですけど、はい、この MH とかね、こういうハードなやつっていうのがね、少しまだなかったんですよね、あんまりしっかりしたやつがね。でこう棒みたいにならないようにして、はい、しっかりこう硬いロッドなんだけども楽しんでもらえるように、小さいものから大きいものまで使えてっていう風な感じのものも追加となっておりますね。はい、さらに追加されてこう熱くなったと。そうですね、はい、より楽しめる幅が広くなったって感じですね。はい、改めてこのエクスチューン、はい、ロッドのこう特徴を教えていただきたいですね。はい、エクスチューンですね、はい、この機能なんですけども、うん、まず、このカーボンモノコックグリップですね、はい、こいつの反響感度すごいね、この手感度がすごい上がるんですけど、うん、こいつがすごいいいっていうグリップになってるんですけども、はい、まあ、本当にこの反響が良くなることで、底質の把握とか、うん、潮の流れの強さの把握とか、はい、本当その手に取るように地形が分かるようになりやすくなって、もう指先のように。そうですね、はい、こいつがまあカーボンモノコックグリップの役割ですね。でそこから、このコルクの、ね、このグリップっていうのがですね、割とまあ僕がこう好きっていうのもあるんですけども、はい、使い込むと使い込むほどに自分の味に馴染んでいくっていうところと、で、まあ、濡れても乾きが早いし滑りがあまりないっていうところですね、うん、いうのがありますね。ねえ、はい、馴染みますよね、はい、かなり馴染んできますね。はい、はい、でそれから、この X ガイドの、エアロチタンガイドっていうところなんですけども、こいつがあの中空のパイプになってるガイド で、はい、でこのラインの、接地面が少ないので、より抜けがよく抵抗感がなく飛距離が伸びるようになります。さっとスムーズに。そうですね、めちゃくちゃ飛びますね、結構柔らかいロッドでも、うん、しっかりした固めのロッドでも抜けが良くなっているので、小さいものでもかなり飛ばしやすくなっていると思いますね。うわー、エディングって飛距離も欲しい ね、はい、と思うシーン。そうですね、ありますもんね。はい、でさらにここのアクティブフェルールですね、この、インロー継ぎになっているんですけども、こいつにすることによって2ピースのロッドがですね、はい、かなりこのワンピースに近い曲がりをするようになったというところですね。まあ、これによって操作性と感度で、投げるときがその柔らかいロッドであっても固めのロッドであってもかなり振り抜きがよく、きれいにこうしなり実現してくるので、飛距離も出るし感度も出るし操作性もアップしているというふうな感じになってますね。はい、もう魅力的な機能満載ですけども。そうですね、かなりですね。でスパイラル X コアで巻いているので、はい、相当まあそれが使いやすくなってますよっていうところ。うわ、はい、エクスチューンっていうと、はい、やはりこうハイエンドモデルっていう、そうですね、位置づけじゃないですか。はい、はい、ね、そうです。もう結構ね、上級者に使ってもらえるっていうところと、中級者の方もよりレベルアップしたいっていう方がね、うん、使ってもらえるようなロッドになっていると思うんですけど、はいはい、そう考えるとこう使いやすさっていう部分でも、うん、はい、まあ、汎用性があるのかなって。そうですね、うん、はい、いろんな釣りにも使ってもらえるっていうのがね、はい、こいつの上級者としての部分とかの特徴と、まあ、レベルアップする特徴ではあると思うんですよね。はい、イカだけじゃなくて、はいはい、湯川さん魚も結構あげてませんでした？やってますね、本当にね、楽しい、強いし楽しいし粘りがあるんですよね、やっぱりエクスチューンっていうのは。うん、なので結構ね、僕いろんなルアーも投げちゃうんでね、はい、そういう意味ではもうエクスチューンはオールマイティーなエギングロッドって言える部分じゃないかな。ねえ、うん、イカはもちろん、はい、魚までもこう取っていけるっていう。そうですね、うん、はい、ね、新たにこう3機種が加わったことで、はいはい、ね、より幅もね、本当に広がりますよね、はい、そうですね、はい、本当にだからね、その MH、M、L っていうところがあるので、本当だからその柔らかいのと、はい、でまあ、真ん中の硬さとちょっと固めっていうのと、はい、これもだから個人の好き好きでね、結構選んでもらえるのがはっきりしてるんじゃないかなっていう、ね、はいですね。さあ、そして、はい、まあ、ハイエンドモデルといえば、はい、リミテッドもありますけども。そうですよね隣 に、はい、はい、ですよね、はい、リミテッドね、はいはい、これはね、もう本当コンセプトとしては、うん、僕自身は酒が飲めるロッドが欲しかったです。え、
これをロット当てにそうですなんと贅沢なそうですね。でその中でまあこう作り込めて、はい、そのエキスパートの一本っていうところでできたロットなんですけど、うん、これはもうほんまにそのエギンガーとして特化してる人にがっつりエギングをやってほしいなっていうので攻め切ってるロットだと思うんですよ。もうだからイカを突き詰めたところっていうイメージですかね。そうですね。なのでもう本当そのでかいかやる時期でも自分は細いラインをがっつり使いますよとか 0.55 とかしか使いませんとかいう人で思いっきりエギングで攻めてる人とかにもう本当にこの軽さのあるところとバランスの差とを楽しんでもらえるのがリミテッドで、対してエクシューンはじゃあ何が違うのって言われたら、うん、こいつもうあの上級者にはすごいあの使ってほしいロッドではあるんですけども、あのより楽しく、うん、あの魚とかもやりたいよっていろいろやりたいじゃないですか。僕イカだけじゃ無理みたいな人とか、はい、あとはその粘りのやっぱりこのエクシューンの、ね、特性としてはあるので、うん、だからそのルアーを使ってもらってがっつり魚も楽しめるしイカも思いっきりやりたいよっていう人には思いっきり楽しんでもらえるロッドじゃないかなっていう風な、ちょっと欲張りロッドですね、うん、そうですね、はい、両方ともの上級者になりたいんだっていう人は、うん、はい、こっちをね ぜひとも使ってほしいなと思うんですよ、ね、はい、なのでその中から好きな硬さっていうのを選んでもらって使ってもらえれば本当にこのエクシュンは力になってくれるんじゃないかなと思います、はい、使い分けがこう明確に、そうですね、ね、はい、今分かりました、はい、あの湯川さんこれ隣にもエクシュン並んでません、はい、並んでますよね。同じですよね、はい、実はですね、はい、あのこの3本はですね、うん、あのモバイルロッド何ですとちょっと待って、はい、エクシュンの、はい、モバイルロッド、はい、やっちゃいました。エクシューンでモバイルロッドをやっちゃいました。それは、はい、やっちまいましたね。そうですね、やっぱなんかね、そのあったらいいなっていうのをやりたくてどうしてもで、あのテストしたんですけど仕上がりましたね。あのついにですね、はい、結構ねあの面白いですよね、はい、あの83の、ML っていうところと86の ML っていうところとで86の M っていうこのスリーラインナップ。うわ、はい、これもちろんエクスチューンの機能はそのままに。そうです。モバイルということは。ですね。もう気になって仕方ないんですよ。ファイブピース。なんですよ。あ、こっから抜けるんだ。はい、おお。見た目全然わかんなかったですね、はい。このサイズになっちゃいます。コンパクトすぎませんですよね。どこにでも行けますよね。だから本当にいやいやいや車に、ね、忍ばせて旅行行く時もそうだし、うん、本当だからもうちょっとねあの荷物詰めないよとかあのロッド積むスペースがないよっていう人でも、これとリールさえあればもう釣りになりますからね。うわ、こんなにコンパクトになるんだったらもう私からしたらもうメイク道具と同じ感覚でも持ち運びできるかもしれない。そういう感じかもしれないですね、はい、本当に、はい、そうなんです。でさらにこれ5本次だからといって、うん、あの次がやっぱ多くなるとねだるさってすごい出ると思うんですけど、なんか次がこう曲げた時に分かるような、うん、そうですね、うん、イメージはありますけど、それをどこまで本当にその綺麗な曲がりワンピースに近づけれるかっていう、もちろんねその5つも継ぐんやからねワンピースにする迫りっていうのは難しいんですけど、うん、それでもこのバランスはびっくりするぐらいだと思うんですよ。本当にここまでバランス取れるの5本継ぎでっていう、だからこそエクスチューンなんでしょうね。そういうことですよね。なんか曲がりもそうだし本当その継ぎもそうだし、うん、かなりねこれ綺麗にあれですよ曲がりも出ますよ、じゃあ私いいですか、はいはいはい、持たせてもらっても、はい、ぐーっとちょっといきますか、はい、こんな感じで。わかりますこれ。いや、わかんない。どこついでんのみたいな、綺麗な。ワンピースでしょ？はい、そうです。そのように見えるロッドなんですよね。わかんない、はい、モバイルの5本継ぎ、はい、結構やばいです。すっごい綺麗ですね、はい、めちゃくちゃ綺麗に。そうなんですよ。おすごいですよね。めちゃくちゃだからそのマルチと同じぐらいね、あの自然に使ってもらえるし、はい、持ち運びがすごい便利だしっていうのがね、うん、いやもうこのエクシューンってずっと欲しかったなっていうところできたんじゃないかなっていう、ね、そうなんです。もう湯川さんはフィールドで実際にもう使われてる、はいはい、使ってますね、でやっぱりその継ぎ数が多い分ねロッドもしっかりしてくるんでね、うん、ちょっとね08のPラインとか入れてもらったら
ちょっとした青物とかもガンガン楽しんでもらえたりできるし、また、はい、エクスチューンそのままじゃないですか。モバイルになっても、そうなんですよ。よりだからまた楽しめるロッドとなったんじゃないかなと思いますね。うわ、はい、すごい時代が来てしまいましたね、はい、そんな感じでございます。わ、大興奮これは、はい、ぜひとも手に取ってね、この、はい、3つの ML の、83と86っていうのと 86M っていうのね、触ってもらいたいなっていう仕上がりになりました。帰りにスーツケースに入れて帰ろうかなってちょっと思ってます。持って行っても分かりません。分かりません、ね、はい、まだまだありますね。あります。え、こちらは、はい、はい、セフィア、XR です。 XR、 これ何やら、はい、ラインナップがものすごいことになってませんか。ですね、12ラインナップで、うん、結構ね欲張りな感じなんですけど、うん、ヒーカから、はい、レッドモンスター、まして巨大な拳目とか、もう本当ね、その何でもやっちゃえっていう、その幅広い、うん、もう本当にだからその用途に合わせて全て使えるっていう風な感じの仕上げに、持ってきましたね。アオリイカならず、もう世の中のイカというイカを、はい、これで、はい、そうですね、はい、結構ね、クリアできるような面白いんですよ、うん、このここら辺の、S73ULS とかね、はい、これもソリッド入ってて、あれなんですけども、この辺とかやったらちょっとね、ちっちゃいライトリグとかでね、うん、カマスやったりとかね、その釣り上げたりとかしながら、まあ、小さいイカも、まあ、もちろんね、そのヒイカ狙ったりとかすることも可能にできますし、はい、あと、普通にね、はい、もちろんそのエギングしたいよっていう人にはですね、うん、この S86M とか ML っていう、ちょうどこう、うん、ベースになる、そうです、ノーマルの、バンテルですかね、普通にこうイカガンガン釣ってっていう風にテストさせてもらったりとかしてきてるロッドですね、はい、でもちろんね、ここら辺もそれやりながら魚もできるよっていうところもあるんですけど、そこがなんかポイントになってくる、うん、そうなんですよ、いろんなところにね、こう視野を向けていってとかね、うわー、であとはショートとかのこのMH とか、あとこの H っていうのもあるんですけど、はい、90の、もう本当にそのハード系、思いっきり分投げて重たいもので、うん、でかいやつをガッツンってやるでっていう人に楽しんでもらえたりとかね、できるやつですね。まあ、割とそのサーフで分投げたりとかね、しながら使ったり、青もこう取ったりとかして楽しんでるロッドではあります。うわ、はい、まあ、何がかかっても、そうですね、ね、なんか安心して使っていけるような、はいはい、感じですかね。そうですね、そんな感じですね。デザインもなんか高級感があるっていうか、いや、そうですね、この赤黒のね、感じがね、かっこいいですよね。カボンのトップも入ってますしね、うん、はい、そうなんですよね、かなりいいですね。 XR なんだっていうね、そうです、ところですよ ね、 本当にだからそういう風な感じでね、欲張りな12ラインナップっていう風な感じの、仕上がりになりました。もうこれそれぞれのまあ、フィールドとか、はい、釣り方に合わせて、そうですね、これだけ番手があれば合う、ね、1本、2本、3本ありますよ、ね、見つかるって感じ。これ全然あれ釣りたいっていうもんに、ね、全部合わせてっていうふうにはできると思うんでね、はい、うん、ぜひとも試してほしいなっていうところですね、はい、はい、そして何やら、はい、XR に合わせて使っていくアイテムも出ると聞いたんですけど、うん、そうなんですよ、はい、実はね、はい、あるんですよ、こちらに。あっちですか、はい、どうぞ。湯川さん、はい、リールじゃないですか。そうなんです、セフィア XR のリールです、うわー、かっこいいですよね。なんかこのレッドが、うん、なんだろう、大人、そうですね、ちょっとね大人感出てますよね。ねー、うん、なんか本当かっこいいなっていうね、うん、この黒赤がねやっぱりいい感じになるんでね、はいはい、さっきのまあ XR のロッドもそうだったんですけど、これだってロッドと合わせたらもうコーディネートめちゃくちゃいいと思います。バッチリじゃないですか、はい、ちょっと、はい、ロッド持ってきますね、はい、さあロッドがあります、はい、どうぞ。いや、このリールをロッドに取り付ける瞬間ってワクワクするんですよね、うん、テンション上がりますよね、はい、ほー、合っとる、いいですね、いいですね、バランスがね綺麗やな、やっぱりな、へー、うん、かっこいい、なんか落ち着きもあるしっていう、うん、これはもう合わせて使っていく、そうですね、やってもらうとより一層ね、はい、バランスも合いやすいしね、やっぱりこう XR のいいところっていうね、かっこよさ、はい、楽しんでもらいながらできるんじゃないですかね。本当ね、男性も女性も使ってもらいやすい仕上がりになっていると思うので、うん、なんかこうかっこよくフィールドに行けそうな、はい、そんな雰囲気です、はい、
はい、これロッドと合わせてリール使っていきたいなと思うんですけども、はい、リールの特徴と機能、はい、教えてください。そうですね、この XR っていうのはですね、はい、マイクロモジュールギア2っていうね、シマノの独自技術の冷感鍛造技術で作られているので、とにかく強いです。はい、で、こちらがね、やっぱりエギングっていうのはね、結構ガンガンしゃくるような釣りに使うリールなので、相当ね、だからそういう技術が使われているということはね、強度っていうのは大事になってくるので、はい、プラスその耐久性に加えて巻き心地もかなり良くなってます。はい、でプラスロングストロークスプールっていうのが使われているので、そいつがまああのかなり飛距離を出してくれるっていうところでね、相当この XR っていうリールはね、デザインも良くて、でまあ構造も機能も良くてっていう風な感じで使いこなしてもらいやすいリールに仕上がってるんじゃないでしょうかね。はい、もう絶大な安心感を置いて、はい、タフに使っていけるような、はい、そんな感じですね。ですね、はい、はい、それとですね、はい、実はですね、エギも出るんですよ。おつながりますね。はい、ロッドリールエギ、そうなんです。いきますか。はい、はい、湯川さん、これ、はい、ティップラン用のエギですよね。そうなんですよ、はい、あのフラッシュブースト出ますよね。はい、入ってますね。そうですね、フラッシュブーストが、はい、もちろんね、そのオフショアでね、使ってもらう人も多いと思うんですけど、うん、実際あのショアからもね、結構ね、使うシーンあるんですよ。これ湯川さん、はい、釣ってましたよね。実際釣ってました、屋久島で 4.8 キロは、このティップライン用のエギで釣りました。これ、はい、あのおかっぱりから、はい、ティップライン用のエギングを使うっていうのは、はい、どういう時に、はい、そうですね、基本的には、はい、あの結構ね、そのどういうシーンでって言われると、うん、やっぱりその潮がガンガン流れるようなところであったりとか、うん、あとはあの普通のこのノーマルの、ね、エギでそこが取りにくい水深の場所とか、今ちょっとそこついてるかどうかわからへんとか、ここめっちゃ深いよとか、すんげー流れるよっていうところでかなり用途が出てくるので、でこの S0、S1、S2、S3 まであるんですけど、はい、まあ、大体まあ S0、S1 ぐらいまでですかねっていうところが最も昭和では使いやすいラインになるんじゃないかなと思うんですけど、それをまあ使ってもらえればね、よりまたその攻めれる場所が増えてくるので、この今までのエギが入れれなかったとこ、釣りにならなかった場所っていうのをこのシーグルっていうタイプのね、こいつでやってもらえればね、またより一層狙える幅が広がるね。オフショアはもちろんですけど、はい、まあ、ショアからも、はい、まあ、攻めていける。そうですね、はい、そんな感じですね。いやー、なんかフラッシュブースト私ももう大好きで、はい、全部に搭載してほしいって、ね、思ってるので、あのお願いジャークでも釣りましたもんね。そうですね、もうなんか、はい、フラッシュブーストが入ってるともう釣れる気しかしないっていうところがあります。そうですね、もう本当にだから止めてても誘ってくれるエギなんで、うん、フラッシュブーストが最高だと思いますね。え、はい、うわ、ついにというところで、はい、こちらも楽しみですね。はい、ですね。いやー、湯川さん、はい、ロッドからリール、そしてエギまで、はい、もう魅力的なアイテムがかなり出ますね。出ますね、はい、もうこの秋冬は忙しいというか、ですね、ね、ぜひ皆さん新しいアイテムをチェックしていただいて、エギングさらに楽しんでください。